近畿ロードレースシリーズ第2戦 SN クラスノーマルです。私以外のライダーは全員全日本ランカーです。スタートには自信がある。これで前に出るぞ。どうだ、決まった。さあ2台抜きです。さあ1コーナーポジション争い。さあインに入ろうとしたらタミヤ君にぶつけられてアウトに膨らんだところを全員に抜かれてまだドベになってしまいました。私一人が本気のジョグでみんなレッツ4です。早いんですがみんなのテクで帳消しにされてしまいます。特に前半スロースターターの私、徐々に離されていく。このまま勝機がないまま終わってしまうのか。これはガチャピンさんのカメラですが、去年全国を制覇した人によく似てるんだけど、体重が全然違うので多分別人だろうね。さあトップグループ、トップは長谷部選手、2番手下瀬選手、3番手翼くん。これだけ離されてしまいました。さあガチャピンさんカメラです。左からダミア選手が見えてきた。さあタミヤ選手がやってきた。ガチャピンさんは興奮すると声が出るようです。さあタミヤ選手も本領発揮でガチャピンさんを引き離していくのか。やはりここでも体重差20キロは効きますね。ガチャピンさん体重84キロだそうです。翼くんが転倒してる。リカバリー早い。私が追いつけなかった。私のカメラに変わります。翼くんの転倒でガチャピンさんが前に出ました。しかし翼くんが後ろから猛チャージ。どうなるのでしょう。さあバトルの遺憾ではタイムが落ちて私が浮上するチャンスになるかも分かりません。しっかりとついていきたいと思います。さあ指定対決、ストレートでもバチバチやってます。ぶつかり稽古ですね。さあガチャピンさんのカメラに代わって翼くんが前に出たようです。しかしまたインに入っていく。さあ指定対決、熱い戦いが繰り広げられております。どんどんスピードが落ちていく。いいぞいいぞ、翼くん持ってやれ。さあ完全に2台が並んでイン側ガチャピンさん。さあ翼くんが後ろから追いかける。二人とも引きませんね。どうなるんでしょう。さあここでおっと接触、弾かれたガチャミンさん、イン一気にいただきます。ありがとうございます。しかしインから来た。やはり早い。コーナーでは完全に勝てません。しかしストレートで伸びる。20キロの差ってこれぐらいあるんですよ。すごいでしょ。しかしインフィールドを守りきれることができるのか。残りラップも少なくなってきた。1コーナー、さあそして2コーナー曲がって3コーナー、ベタインオトリダイがどうしてもここは膨らんでしまう。そこをインにグイグイ来られます。さあ大の苦手はこのクランク。ここでまたしても詰められてしまう。さあこの先ここでベタインを通っていきたい。しかし膨れる。そこをインにグイグイっと来られた。本攻撃だ。煽り運転だ。おまるさん助けて。なんとかしのぎたい。ストレートで大逃げしてやる。さああと2ラップどなにかして守りたい。1コーナー
そして2コーナー、さあ3コーナー、できるだけ膨らまないように。さあ大の苦手のクランクだ。ここはホームの方はうまいですね。ここで転倒するとやばいことになるのでビビります。さあそしてこのリトパのコーナーでインを守ることができれば安泰です。さあしかしここからもグリグリグリっと入ってくる。ストレートまでどうにか。出た、体重差20キロ、これだけ違います。さあラストラップあと1周、これを持ちこたえることができればポジションアップ、回転寿司食べ放題だ。頑張るぜ。さあ2コーナー、さあ3コーナーも結構頑張った。しかしアウトに膨れたところでやってくる。しかし裏ストレート私の方が伸びる。さあここでやはりベタ付け、本攻撃だ。さあこのリトパでインを取れば安泰。さあうまくいくのか。ベタインを取ったつもりなんだけどこのインをまた詰めてくる。さあ前に出られた。しかしここからストレート伸びてくれ。やった、勝ったぜ、回転寿司食べ放題だ。というわけで全日本ライダーでも20キロ以上のハンデがあってチャンスがあれば勝つことが可能だということが証明できました。ありがとうございました。